皆様、こんにちは。11月24日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。現在見ていただいておりますのは、ドル円の4時間足。上値は昨日の、104円の、この60台まで伸びて、今朝方も104円の646までタッチをいたしました。ただし、下降三角形の斜めの上の抵抗線ですね、そこにはギリギリ届かずに反落をして、現在は、ちょうど4時間足の雲をちょっと割ったところで推移をしております。朝方、自分で買いでイメージをしましたが、夜、オーバーナイトで見る場合には、104の70に、売りを置きたいなというふうに思いました。この70というのが、ちょうど4時間足の200移動平均線104の717のポイント、そして、利食いは、104の05、これは4時間足の21移動平均線、このブルーですけれども、今は986ですが、これ上がってきますので、4円の05で、利食いをしてみたいというふうに思いました。朝方指した4の30は早めの時間帯であれば買いたいなというふうに思いましたが、実際着いたのが夕方5時過ぎぐらいで、この時間帯からもう上値が重たく落っこってきた30なので、あんまり長い間持ちたくないなということで、もうやめております。ユーロドルです。ユーロドルにつきましては、1.1845で買いから入ってみたいというふうに思いました。この4号というのは、この4時間足ではちょうど日足、あの4時間足の雲の上限に当たっていますけれども、これを1時間足で見てみると、このオレンジですね、今1.18467にあります、時間足の200移動平均に当たります。1.1845で買いを、1.1815でストップをかけたいと思います。この安値のポイントですね。この1.18ちょうどちょっと無視をして、1.1815でストップをかけたいというふうに思います。利食いは昨日夜瞬間越しましたが、1.19ちょうどでイメージをしております。ユーロ円です。ユーロ円については、123の60で買いたいというふうにイメージをします。これは時間足の今、200移動平均線、123円の592、このオレンジのところですけれども、この60で買って、ストップは123の25で、これは90移動平均線、これです。30でもいいのかもしれませんけど、ちょうど90の移動平均線、いいところにあったんで、これで損切りをかけたいと思いました。利食いは124円台乗っかったところという意味合いで、124円の10でイメージをしたいと思います。ポンド円です。ポンド円は、下がったところ139円近辺で、買いをイメージをしました。138円の70でストップを。ちょうどこちらのあたりですね、下ひげが並んでるところ、このあたりを越して割れてくればストップをかけたいと思います。利食いは139円の80で、140円手前でイメージをしてみたいです。OG 円です。OG 円については、もともとイメージしていたのが、76円の20の買い。この すいません。1時間の時間足のボリンジャーバンドのセンターラインが今76円の25にありますので、この76の25で買いを、ストップは75円の90でイメージをしました。ちょうど今1時間足の90移動平均線ですね。利食いを
これは実はですね、76の80ぐらいでイメージをしてたんですけれども、もう今すでに先に80までやっておりますが、まあ、76の25というのはもう、ここまで下がるかどうかというと、ちょっと甚だ疑問ですけど、もしこれが拾えたのであれば、利食いは76の70で十分というようなイメージなので、指値は76の70で利食いを今よりも低いところで、利食いの売りをさせたいというふうに考えています。昨日のように、突然、ドル円が今日、今晩ですね、大きく跳ね上がるかどうかって言われると、まあ、昨日ほどショートが溜まってるわけではないと思いますし、ここから上は、やはり、ドル円でいう、昨日のその3円台後半からのこれだけ止まっていた中でのショートが出来上がっていた分の損切りを引っ掛けましたけど、じゃあ今日はと言われたら、そんなに上にストップが並んでる感じではないだろうというふうに思っています。まあ実際問題として、ドル円は、もしこれが自分が4の70の売りがついたら、まあ、それは105円では一旦切らなきゃいけないだろうなという気はしております。今晩また何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。簡単ではございますが、今晩の相場展望、チャート分析編をこの辺で失礼させていただきたいと思います。それでは皆様、また何かありましたらよろしくどうぞお願い申し上げます。これで失礼いたします。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速0.001秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。